有田一線。昔あるところにマルコという名の金持ちの商人があった。この世の中にこれほど欲の深い男はまたとなかった。ある日のこと、この商人が散歩に出ると、途中で一人の乞食に出会った。その年寄りはしゃがみ込んで施しを求めた。聖教の旦那様、キリスト様のため一問やってくださいな。けれどその金持ちは黙って通り過ぎてしまった。その時後ろから貧乏な百姓がやってきて、乞食をかわいそうに思って一銭恵んでやった。金持ちは恥ずかしくなった。そこで立ち止まって百姓にこう言った。ちょっと君、一銭貸してくれたまえ。わしもあの乞食に何か恵んでやりたいが、今お金を持ってないのでね。百姓は一銭出して、それを貸すといつ返してもらえるかと尋ねた。明日取りに来たまえと商人は答えた。さてそこで明くる日になると、貧しい百姓は一銭返してもらいに金持ちのところへ行った。そして広々とした庭に入ってこう尋ねた。お金持ちのマルコさんはお家ですか？おりますよ。何か御用かね？とマルコが答えた。一銭返してもらいに参りました。お気の毒だが、また来てくれたまえ。今ちょうどお金がないのでね。本当だよ。そこで貧乏人はお辞儀をして帰りながらこう言った。それではまた明日参りましょう。明くる日も行ってみると、また同じことであった。今お金がないのでね。それとも百円札でお釣りがあるかね？ございません。それじゃあ15日経ってから来ておくれ。15日経つと貧乏人はまたやってきた。その姿をマルコは窓越しに見つけると、妻にこう言った。さあ奥さんや、私は一つ真っ裸になって聖像の下のところに寝るとしよう。私の上に敷布をかけておくれ。そしてお前は私のそばに座って、私が死んだようなふりをして涙を流していておくれ。あの百姓がお金を返してくれと言い出したら、私が今朝死んでしまったと言うがいい。さてそこで妻は商人の言いつけ通りにした。妻がさめざめと涙を流しているところへ百姓は入ってきた。何か御用ですか？と妻は尋ねた。お金持ちのマルコさんにお貸ししたお金を返していただきに参りました、と貧乏人が答えた。ああ、お百姓さん、金持ちのマルコはあの世へ旅立っていきました。今朝死んでしまったのです。天国に安らいなされませ。では奥様、ちょっくらお許しを願って、あの一銭のお返しに最後のお勤めをさせていただきたいものです。そしてご遺体の湯灌をさせていただくとしましょう。そう言いながら煮え湯のいっぱい入った鍋を手に取ると、いきなりそれを金持ちのマルコに浴びせかけた。マルコは眉をしかめて両足をバタバタさせたが、やっとのことで我慢した。好きなほどバタバタするがいいや、と貧乏人は思った。とにかくわしはあの一銭を返してもらうのだよ。
床を済ませて、遺骸をきれいに拭き清めると、百姓はこう言った。では奥様、お棺を買ってきてください。それに納めて、お寺へ運びましょう。私は旦那のため、詩編を読んであげるとしましょう。そんなわけで、金持ちのマルコは、お棺に入れられて、お寺へ運んで行かれた。百姓はお棺の前で詩編を読みにかかった。そのうちに日が暮れて、あたりは真っ暗になった。と突然、お堂の窓が開いて、一体の泥棒がどやどやとお寺の中へ入ってきた。百姓はびっくりして、急いで祭壇の陰に隠れた。泥棒入ってくると、早速獲物の分配を始めた。獲物はすっかり分けてしまうと、その後に黄金のサーベルが一本残った。天でにそれを欲しがって、仲間に譲ってやろうというものはなかった。貧乏人はそこで柱の陰から出てきて、大声でこう怒鳴った。そんなに仲間喧嘩をしていたって、仕方がないじゃありませんか。一つこの死人の首を切った人がそのサーベルをもらうことにしてはどうです。これを聞くと金持ちのマルコは気違いのようにすっくと起き上がった。泥棒たちはびっくり仰天、獲物も何も置きっぱなしで逃げていってしまった。さあお役所さん、お金を二人で分けようじゃないか、とマルコが言った。そこで二人は仲良く半分ずつ分け合ったが、めいめいの分は随分たくさんあった。ですがね、と貧乏人が尋ねた。お貸ししたあの一銭はどうなりますかね。それはね、君、とマルコは答えた。私にはお金が一文もないことぐらい君だって分かっているじゃないか。そんなわけで金持ちのマルコは借りた一銭をとうとう返さなかった。